新庄カッパン、トゥテラツブ、どうもツブです。今日はベトナムで驚いたことを3つお話ししていきたいと思います。私はホーチミンに行ったことがあるんですけど、その時に特に交通に関して驚いたことを3つお話ししていきたいと思います。1つ目、バイクがとても多いことです。これは有名な話かもしれません。ベトナムに行ったらもうバイクの量に驚きます、はい、圧倒されます、はい、めっちゃ多いですね、はい、多分電車がないのでバイクを持ってる人が多いのかなっていうふうに思います、私も、旅行の時もうバイクが多くてね、その光景の写真を何度か撮りました。二つ目、道路を横断することがものすごく難しいことです。これは外国人にとっては、苦労することかもしれません。私がベトナムで一番緊張したことです。一番怖かったことです。ベトナムは日本より信号が少ないです。そして、車やバイクの量がとても多いです。なので、ものすごく難しいんですよ。普通日本では、車やバイクが全くない時に道路を横断しますよね。ただその方法だとベトナムでは、1日が終わってしまいます、運転手の目を見て同じスピードで歩くことが大事みたいです。そうすればバイクが歩行者を避けてくれるみたいです。3つ目、車のクラクションが常に鳴っていることです。これも驚きました。はい、日本では、本当に危ない時や注意する時にクラクションを鳴らしますよね、なのであまりね、日本ではクラクションを鳴らすことはありません。しかしベトナムでは常に鳴っていました、私の乗った車では10秒に1回は鳴っていましたねでもこれは、珍しいことではありません。本当に常に鳴っています。はい、これらが3つの驚いたことです。全部ベトナムに行ったら、簡単に経験することができます。よければ皆さんベトナムに行ってみてください。それでは変化プライ。